どうも大吉です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は冒頭でお分かりと思いますが、昨日まで行われておりました純正最強決定戦の振り返りを簡単にやっていきたいと思います。はい、まずはですね、各球団の純正最強決定戦に参加された皆様、1週間お疲れ様でした。結果はいかがだったでしょうか。私大吉は冒頭の通り最終順位は40位で、目標の50位以内を達成することができました。そんな今回の純正最強決定戦の振り返りを簡単にやっていこうと思います。またダラダラと喋る動画になると思いますが、最後までお付き合いください。それでは行きましょう。はい、改めまして、今回の純正最強決定戦、私大吉の最終順位は40位となりました。50位以内をですね、目標に掲げて挑みましたので、目標が達成できたのは非常に嬉しく思います。何よりですね、オーダー紹介の動画でもお話ししましたが、取り逃した選手がいる中、持っている選手でできる最高のオーダーで最高順位を更新できたというのは大きかったかなというふうに思います。実は途中ですね、金曜日の第2節終了時点で536位まで順位が落ちました。最終日にあたる日曜日の最終節前も99位、自分のオーダーがですね、順位が上の方々に比べると劣っていましたので、100位入りも正直微妙だなと最終節前は思っていました。そんな中ですね、最終節怒涛の5連勝をしてですね、最終的に40位という目標に掲げていた50位以内達成という結果になりました。はい、選手成績に関してもですね、投手野手ともに飛び抜けた成績を上げている選手はいませんでした。まあ強いて言えば福浦選手ぐらいですかね。全体的に見てですね、本当に現実のロッテに近い感じになりました。こんな感じでですね、オーダーも上位勢に劣っている、選手成績も特別いいわけではない中で、なぜこの順位を達成できたか。はい、途中経過報告でも散々お話ししましたが、全敗の説が一つもありませんでした。本当にこれにつきます。あと、引き分けも大きくてですね、最強決定戦は勝ち星が同じ場合、引き分け数、得失点の順で考慮されて順位が決まります。はい、こちら。僕はですね、90勝しているんですが、その90勝している中で引き分け数が一番多かったので、同じ勝ち数の中では一番上に行くことができました。まあこれを見るとですね、やっぱり負けないということが大事だなと、今回そして前回のパリーグ最強決定戦を通じて実感しました。はい、かなりざっくりとした振り返りでしたけども、個人的には純正を普段の流行だなみに力を入れ始めて約1年になるんですけども、非常に達成感があります。次回の最強決定戦もですね、この達成感を味わいたいので、しっかりロッテの選手を獲得して、次は堂々とベスト9、そして MVP を狙うと宣言できるように、今後も楽しんでプレイしていきたいと思います。はい、これにて第32回最強決定戦ロッテリーグ関連の動画は完結とさせていただきます。というわけで、今回は昨日まで行われておりました純正最強決定戦の振り返りをしていきましたが、いかがだったでしょうか。次回の最強決定戦はスピちゃん記念のオールスター最強決定戦ですね。ここに関してはですね、もちろん参加はしますけども、どの程度力を入れるかは自分の状況と照らし合わせながら少し考えたいと思います。また決まったら報告したいと思います。そして今後はですね、生放送もしていこうかなというふうに思っております。まあプロスピに関してはですね、機材が揃っていないので揃い次第になりますが、プロスピ以外にもパソコンでいろいろゲームをやっておりますので、まずはそこの生放送を雑談をしながらできたらいいなというふうに思っております。ちなみによくやっているゲームはマイクラと麻雀ゲームです。お付き合いいただける方はお楽しみに。ということで、今回も最後までお付き合いありがとうございました。この動画が良かった、最強決定戦お疲れ様、生放送を楽しみという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。Twitter もやっております。概要欄にリンクございますので、フォローお待ちしております。また、皆さんの最強決定戦の結果もぜひコメント欄で教えてください。コメントお待ちしております。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。